これあざけ作品にはこれ巷ではこれ逆トーカレとも言われているそうなんですけど、そのあたりはどういうふうに。逆トーカレって何ですか。トーカレのある種逆だと。トーカレが描かなかった港区の方実態を描いている、その成功してお金を持って綺麗な女の子とデートに行けない港区民たち、意外と家賃安いじゃないですか。東麻布とか行ったら10万切る物件も多いし、暮らそうと思ったら多分みんな港区で暮らしていけるんだけど、一生トーカレには届かないっていう。あの東京タワーが見えない麻布十番じゃないけど、その近くってすごいイメージ湧きますよ、うん、赤羽橋寄りの東麻布だけど麻布十番在住って言い張るみたいな、うん、なんかあの辺ね結構古いね、多いんですよね、取り壊しに合いそうな民家みたいな多いですよね、あそこ家賃安そうですよね、でもちょっとドブ川の匂いするみたいなまあね、あの川の描写もものすごいありますもんね、本の中でもね、わかるわかる。これ港区というと、これ麻布広六本木などありますが、これ一般的なイメージとリアル、今の話あったと思うんですけど、違いは何なんですか。やっぱ世間の人って港区を一つの街として見てる、でおそらくそこに東京カレンダーに出てくるみたいな人が東京カレンダーに出てくるような暮らしをしてると思ってるんですけど、実際そういうことないなって思うんですよ。タワマンとかも安い部屋って普通に住めたりもするし、よく芝浦とかって煽るんですけど、芝浦も一番安いタワマンで12万とかで住める、だから全然リクルートの社員とか住めるんですよね。いや昔タワマンなかったっすからね。最近ですよね本当に、うん、だって2003六本木ヒルズができたのは2003年ですから、はいはい、それまで本当にあのクラスのタワマンって港区なかったっすよ。芝浦かなんかかな、芝浦とか佃とか月島とかあっちの方でしたよ、うん、ね、芝浦に住んでましたみんな。あの頃数少ない IT ベンチャーで、うん、あの上場しちゃった、はい、あのサイバーエージェントの藤田君とか、はいはい、は芝浦で、芝浦会とか芝会や、はい、芝公園、はい、芝公園、はい、芝公園ありますね、うん、はい、ヒルズ族って言葉がない頃ですね。あ、だから芝浦のあれですね、アイランドタワーとかあの辺がタワマンができたんです。そう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 、はい、そこでなんかやってました、そういう会を。そういえば、ね、懐かしいな、懐かしいですね、これに。もう20年以上の前ですよ ね、 20年、 ですね、20年前の話です、 です、ね、そこに行った人たちはやっぱその後六本木ヒルズに移ったんですか。移りました。あ、やっぱそうだった、はい、みんな移りました、綺麗に移りましたそういうのの憧れっていうのは、なんか周りの皆さんがやっぱそうみんな憧れてるから、憧れてるっていうのを感じてこう書かれたんですか。なんかなんでこういう風な憧れが作り上げられちゃったのかなって逆に思ったんですけど。あー、なんか見えないからこそ憧れるところもあるし、ちょっと見えちゃったからこそなんか手も届かない酸っぱいブドウにしちゃった部分もあるかなと思ってて、まあサラリーマンやってる限りタワマンの本当に高い部屋って買えないんですよ。結局しょぼいマンションの古いとこしか買えなかったりするから、タワマンってその点ですごく象徴的だなと思って、 もし人生をどこかでうまくやっていたら成功してタワマンを変えたかもしれない人生がギリギリ見えるけど手が届かないっていう、からヤフコメとかでもタワマンの回ってすごい荒れるんですよ、はい、本物の金持ちはタワマンに住まないみたいな、私も知り合いの本物の金持ちは世田谷で一軒家を買ってますみたいな。でも世田谷で一軒家ってちょっと古いですよね。そう、なんか書いてる層が見えて面白いんですけど、なんか次ターゲットにしてる街とかあるんですか。あ、でもそこら辺やりたいんですよね、田園調布とかの、うん、ちょっともう古くなってきて、はい、もう処分もできないような豪邸に息子2人いて、うん、でも息子2人せいぜい総計ぐらいしか行けなかったから普通のサラリーマンしかなれず、うん、お父さんほどの成功を収められない家の未来とかを描きたい、うん、めちゃくちゃ読んでみたいですでもね、すごいわかる、わかる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 、いや大変ですよ、田園調布って大変ですよね。大変なんですよ、いやめちゃくちゃ大変です。やっぱ小島とかだともう結構桁が違うじゃないですか。小島はもう桁が違うから小島の地盤沈下ってあんまり考えられにくいんだけど、田園調布って中途半端ですよね。そうなると元カノが私多摩川の地主だからってやつがいて、で付き合ってる時は何も意識しなかったんですけど、ふとこの間スーモでそいつの持ってる家のあたり調べたらそんな高くないんですよ、やっぱり神山町とかと比べると、やっぱ独特な自意識が今あそこら辺にニョキニョキ生えてくるんじゃないかなと思って、ね、面白いですね。確かにね、もうどんどん本当消灯とかにね、うん、行っちゃいますもんね。いやいや面白いな、はい、これちょっと最後にこれあざけいさんからですね、これ堀江さんに聞きたいこととか
あ、でもさっきの話で僕大学1年18歳の時に東京に出てきて、それが2010年とかだったんですよ。なんでそれ以前の東京の姿があまり肌感覚を持って理解できてなくて、さっき堀江さんが言ったような当時の六本木ヒルズの雰囲気とかどんな感じだったのかなっていうの。六本木ヒルズができる前の話、そのみんなが六本木ヒルズに引っ越してきて、あ、なるほど、ギラギラしたあの頃の東京。あ、そうそう、あの頃の東京。そうか、もうあの頃の東京を舞台にした小説を僕堀江さんに書いてほしいのでずっと思ってるんですよ。堀江さん、一回成金背金ってありましたよね。あれちょっとそういうシーンでした。あれはでもちょっと前かな、あれちょっと前ですか、ちょっと前。あ、でもまあ背金っていう小説はそれに近いっちゃ近いんですけど、そうですね、あの頃は六本木ヒルズができました。で僕はすぐ引っ越さなかったんですけど、僕の周りの、まあ、会社を上場させたりとかしてたやつらはみんな移ってきたんですよ。あと投資銀行、僕らの同級生とかちょっと上の人たちは目先が効いてるというか、人はゴールドマンサックスとかに入ってたんです。ドイツ証券とかゴールドマンサックスとかバークレーズとか、そういったところに入っている人たちもそこでその、まあ、部長クラス以上みたいな人も住んでたし、うん、あんまりすっげえ怪しげな、なんか仮想通貨で儲けましたとかあの六本木ヒルズって A と B と C と D とゲートタワーだって、うん、序列があって、C棟が一番上なんですよ。で C 棟って怪しげな商売をしてる人入れないんですよ、全部しかも賃貸で。でも B 棟はもともと地主だった人たちに割り当てられたところなんですよ。だから大家さんが地主なんで、その人たちが売ったりとか貸したりしてたんで、審査が緩くて、やっぱちょっと怪しげな人たちが入ってきてたんですよ。要は C 棟の審査に通らない人たちが B 棟にいたりとかして、でそういう序列争いみたいな、いやもう C 棟っていうだけ、もう六本木ヒルズの C 棟に住んでるっていうだけでめちゃくちゃ序列が高いんですよ。あと外資系のなんか外人の社長とか、だからすごい質が良くて、住人の質がかなり良くて、でしかも知り合いも多いし、でしかも若かったから、若い、僕ら20代30代そこそこだったし、せいぜい40代ぐらいまでしかいなくて、めちゃくちゃ若かったんですよ。だからなんか大音量でパーティーやってても文句言われないですよ、全然。だって僕の部屋なんかダムのカラオケありましたなんかベランダで炭火で焼肉焼いてても全然大丈夫だったっていう、結構めちゃくちゃやってましたね今考えると。そうですね、すごい若かったですね。だから六本木ヒルズクラブの会員証を持ってるとかね、そこのレストランで、あの食事ができるとか、なんかすごいみんなありがたがってた気がしますね、すごく。で僕なんかスッと入っちゃったからあんまりそういうありがたさがなくて、いやだからヒルズ族とか言われて、なんでそんなこと言われるんだろうと思ってちょっとよく分かんなかったですけど、それぐらい雪離れしてたんでしょうね。でも堀江さんが悪い遊びをした話をあんまり聞かないんですよ。ちょっとあの P 入れた方がいいかもしれないですけど、はい、とか、はい、って、はい、結構今でも激しく遊んでる人が、はい、堀江さんどういう風に遊んでたんですか当時多分僕の場合はその普通の経営者の人たちって有名じゃないじゃないですか、うん、とかっつっても知らないじゃないですか、顔とか、うん、とかもうまあまあ会社有名だけど、うん、さんがどんな顔してんだろうとか、うん、そんなパッてみんな多分思い浮かばないと思うし、一般の人たち多分知らないと思うんですよね。だから僕はすごい知られてるからそういうところはあるんじゃないですか。だからその知られてるがゆえに、あの危ない人たちにも近づけないし、うん、そう、危ない人たちってちょっとなんか半グレっぽい人とかなんかいるじゃないですか、うん、そういうこうアテンダーとか、僕とはガーシーにも会ったことなかったんですよ、うん、ガーシーも会ったことなくて、そういうこうアテンダーの人たちともそんなに仲良くないし、そのちょっと半グレっぽい何やってんのか分かんないような人たちともつながれないし、でも知ってるから、
特に当時は30代だったから30代前半とかなんで、うん、でも分かりやすいじゃないですか、うん、あこいつ金持ってる30代有名っていうだけでもうそういう例えば分かんないけど港区女子的な人たちは、うん、もうある意味勲章じゃないけど、うん、あの人の飲み会に呼ばれましたみたいな感じで自慢できるじゃないですか普通に、うんうん、ホリエモンの飲み会行ってきたんだよねとかホリエモンの家で焼肉焼いてたんだよ黒マグロをなんか100キロの黒マグロをその場でなんかお寿司屋さんが来てさばいて握ってくれたんだよとかあそこになんかなんか大食いのねジャイアント白田も来てたよとか分かりやすく自慢できるじゃないですか。だからそんなに危ない橋を渡らなくてもいいというか、うん、だから例えばなんかラウンジとか西麻布のラウンジとかに行って大金をばらまいてシャンパンバンバン入れてみたいな、あのねさっき名前が出た方々はそれをやらないと誰だか分かんないじゃないですか。その IT 業界とかなんかその企業経営の世界ではすごいですねってなるんだけどそれ以外の人たちからしたら誰あのおじさんみたいな感じだから分かりやすく県政をこうちゃんとねシャンパンのボトルをちゃんと入れて示さないと、わからないんですよ。私はちゃんとお金を持ってますよってアピールしなきゃダメなんだ。それちゃんとあの見せないとわからないんで、僕の場合はそれやんなくてよくて全くやんなくてよかったんですよ逆に言うと。でその前はあのただの引きこもりのだけじゃないですか、ずっとパソコンこうやってカチャカチャやってるだけなんで、むしろそういう場にそんなに行かなかったしずっと仕事してましたから、そしたら突然そっちの世界に行っていきなり有名になったんで全然そういうことやらなくてよかったっていうのはラッキーでしたね、はい、ある意味。はい、はい、あのそろそろあっという間のお時間なんですけれども、あの朝圭さんこれニュースピックスに出てみていかがでした？いや何話せばいいか分かんなかったんですけど、いや堀井さんの話が面白かったからもうこれで一冊書けるぐらいこれで次のネタいけそうですか？またお願いします。堀江さん公認本をじゃあいつか出させていただきます。堀江さん本日いかがでした？朝圭さんとして思った以上に面白かったです。思った以上に頭の回転の早い方で非常に良かった。面白かったです。いや良かったな、はい、これはねもうなかなかね神回です。神回、はい、土井さんいかがでした？いやリアルな東京をこういう方が書かれてるっていうのが私も新鮮で面白かったです。はい、朝圭さん本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。